皆さん、こんにちは。バレーボール男子日本代表の石川祐希選手は、イタリア一部リーグセリエ A で節目の10シーズン目を迎えることになりました。今季はリーグ王者のペルージャに加入し、29日、日本時間未明の開幕戦から目標に掲げる世界一のプレイヤーで新たな道を歩み始めました。主将を務めた今夏のパリ五輪では準々決勝、イタリア戦でマッチポイントを計4度握ったのですが、2-0から大逆転負けを喫しました。母校、成城校、愛知、時代の監督で、U18 男子日本代表監督の竹内博之さん、49、の目に背番号14はどう映ったのでしょうか。五輪後には恩師が胸騒ぎを覚えた教え子の言葉がそこにはあったといいます。それはどんな言葉だったのでしょうか。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。パリ五輪の熱気がまだ残る8月の上旬、ある日、竹内監督の電話が鳴ったそうです。日本代表の最年長37歳、成城校 OB の深津明弘さんからでした。今では気軽に冗談を言い合う仲だと言いますが、最初は五輪の報告かなと思ったそうです。しかし、声のトーンが違い重かったのだと言います。先生、石川が、バレーはもういいかなって言っているけど、そんなこと聞いたことありますか？そんな内容でした。スマホから漏れ出る言葉に耳を疑ったそうです。10代から人知を超えてバレーボールに全てを捧げる姿を見てきました。愛工大名電卒の竹内監督は、もう、私にはわからない領域。一郎先輩のようなスーパーアスリートです、と例えるくらいの人物になっていました。その石川祐希選手がということで、胸騒ぎを覚えたそうです。時計の針を少しだけ巻き戻したいと思います。今年8月5日、竹内監督は、指揮を執ったU18アジア選手権の開催地、バーレーンから時差1時間のパリで行われていた日本対イタリア戦の第3セット、24-22、日本は勝利まであと1点に迫った瞬間を見ていたそうです。イタリアの強烈なサーブで日本の守備は崩され、高橋藍選手がトスを上げました。石川祐希選手は高々と上がった球に反応して右腕を振り抜いたのですが、3枚ブロックの上を通過していきました。狙ったワンタッチはなしという裁定でした。一緒にスマホの画面に釘付けになっていたU18日本代表の高校生たちは悲鳴を上げ、竹内監督は驚いたといいます。石川ほどの選手でも勝ち急いでしまうのか、と。8年間磨いてきた定石とは違った攻撃だったそうです。高さで劣る日本は、相手ブロックが揃った時には強引に打たず、わざと軽打を当てて自コートに戻し、リバウンドを拾って再び攻める。このような粘りの攻撃が身上であり、最大の武器だったのです。フィリップ・ブラン監督が2017年のコーチ就任時から徹底し、世界ランキング2位まで押し上げたおはこ。しかし、勝利を目前に定石を選択せず、強引な一手を打ったのでした。試合後、背番号14は忘れられない悔しさをかみしめてこう述べました。試合を決める1点が取りきれなかった。これを決めてやろうと思いすぎていた。石川祐希選手は18歳から最高峰リーグセリエ A を経験してきており、9シーズンを過ごしました。ステップアップを果たし、五輪前には28歳でビッグクラブのペルージャ入りも決めました。東京五輪ベスト8、国別対抗戦、ネーションズリーグでは2023年に銅、2024年に銀と階段を上っていました。イタリア戦の前、試合中、石川祐希選手を中心にチーム内で、無理に打つのは気をつけようと声が上がっていました。実績も経験を積んだように見えていました。それでも、五輪には魔物が住んでいたのです。歓喜と開墾は背中合わせだということが証明された瞬間でもありました。勝利の天秤は一気にイタリアに傾き、大逆転負けを喫したのです。パリ五輪と同時期にバーレーンで開催されたU18アジア選手権。日本は高校総体と日程が重なり、1軍、メンバーではないながらも4位になり、世界選手権の切符を得ました。竹内監督はアジアでの日本のプレゼンス、存在の大きさを感じたといいます。各国から日本の守備、
攻撃システムについてよく聞かれたし、ものすごく高い評価だった。今、アジアの国々は間違いなく日本を目指している。韓国や中国から留学生も来ている。だからマッチポイントのところは日本が積み上げてきたプレーをしてほしかった。でもそれができないのが五輪なのかな。悔しいですね。日本代表はバレーをやっている人たちの代表、アンダー18の選手たちも意気消沈した後すごく悔しがっていた。そう当時を振り返っています。実は竹内監督はパリ五輪に行く予定を組んでいたそうです。2年前にはバレーボール会場近くの宿泊施設を予約、試合チケットも購入しました。成城校出身は石川祐希選手だけでなく、セッターの深津選手もメンバー入りしていました。高校時代に関わった高橋健太郎選手、山内明弘選手らの成長も見たかったと述べています。何よりも日本バレーボール協会が一体となって8年間作り上げたチームの集大成を見届けたい思いが強かったそうです。しかし竹内監督は五輪出場権を取る前に宿は予約しましたね。必ず行ってくれると信じて一家総出でパリに行くつもりでしたが、アンダー18アジア選手権の日程が直前に決まってパリ五輪と重なってしまった。だからスタバ観戦でしたね、わら、と述べています。足を運べなかった五輪の直前、石川の様子、調子がちょっとおかしい、いつもと違うという情報がバーレーンにも入っていたそうです。日本のエースは1次リーグで調子が上がらず苦しんだことは皆さんもご存知かと思います。そのため気にはなっていたと言います。そのためだったのでしょうか。前述の通り、深津さんから石川がバレーはもういいかなって言っていると電話で耳にした時に胸騒ぎがしたと言います。普段は邪魔になるからと連絡は取らないそうですが、昇進のエースに連絡を取るとすぐにつながったと言います。竹内監督は開口一番、なんやバレーに後ろ向きらしいな、そう尋ねると、石川祐希選手は、え、いや、もう切り替えていますよと答えたそうです。しかし竹内監督は重ねて、でも声が暗いなと言うと、石川祐希選手は、それは新幹線で移動中なんで苦笑と答えたそうです。恩師はずっこけながら、滑らない話が一つできたと述べています。そしてコーチではなく先生の顔になってこう付け加えたそうです。この8年、協会も育成年代の指導者もスタッフも選手もパリ五輪をターゲットにやってきた。それが終わった瞬間、選手は先のことは考えられないくらい疲労感に襲われたのでしょう。それだけここにかけていた。特に石川は主将でエースでしたしね、と分析しています。費やした時間と膨大なエネルギーを思いながら、最後は優しい声でねぎらったそうです。日本の主将は金メダルを目指した真夏のパリをベスト8で終えました。初週を迎え、イタリアで10シーズン目を迎える石川祐希選手、目標に掲げる世界一へつながると信じて選んだ道、開幕前のオンライン会見で最高峰のクラブで自分をどれだけ磨けるかと今季を見据えていました。9月23日にはビッグクラブの一員としてイタリアスーパーカップで優勝、 MVP に輝く好スタートを切りました。竹内監督は男子バレーが低迷していた時代から石川祐希選手に言い続けていることがあると言います。世界一を取るならまずはクラブ、4年後のロサンゼルス五輪までに世界の頂の景色は見られるのでしょうか。パリ行きを断念し、バーレーンでスマホの画面越しに背番号14の死闘を見届けた恩師はこう最後に述べています。石川は今も楽しみと夢を与えてくれています。五輪でバレーが最高視聴率なんてもう想像がつかないことだらけ。4年後は現地で見たいですね。もうロスの宿の予約を取るかな、わら、と教え子との電話の前後では胸騒ぎが胸が躍るに変わったと述べています。さて、恩師との深い友情を見せる石川祐希選手ですが、自叙伝では自身のやんちゃすぎる少年時代を明かしています。小学生の頃の石川さんは母に小言を言われてイライラすると家の車を蹴飛ばしてしまったり、母の財布に入っていた5000円札を抜き取ってビリビリに破いたりしたこともあったとか。
外出先の母から自宅に電話がかかってこないように電話線をハサミで切り刻んでしまったこともあったそうで、その度にこっぴどく叱られたとの記述があります。そんな人物が日本代表の主将を務めるということが、まずもって素晴らしいことと言えるでしょう。わんぱく盛りの石川は一方で、地元の同級生からは遊びの天才と呼ばれていたそうです。いかがだったでしょうか。今回はパリ五輪で活躍した石川祐希選手と恩師の竹内監督の様子について見てきました。日本が花の都パリに残した宿題、ただコート内だけに背負わせるのは酷なのではないでしょうか。石川祐希選手が道を切り開いた海外への道、高橋藍選手、西田選手、関田選手、宮浦選手らも続き、タフな環境に身を置き海外クラブで腕を磨いています。それら各々の選手が4年後に向けてどう活躍していくのか、とても興味深いところです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。